山下二枝は日本の教育者、教育学者、学校経営者、元富士女子大学及び富士女子短期大学学長。専門は数学教育、福祉教育、北海道札幌市出身。修道名はシスターマリアレナータ。1946年東京女子高等、師範学校理科卒業後、札幌富士高等女学校教諭などを務める。 1954年、新し荒木、富士学園中学校を開設とともに、同中学校数学教諭。1958年、新し荒木、富士学園中学校教頭に就任。新し荒木、富士学園高等学校を開設とともに、同高等学校数学教諭を兼任。1968年、学校法人審、荒木富士学園園長に就任。 新しい荒木、富士学園中学校校長。新しい荒木、富士学園高等学校校長。新しい荒木、富士学園養護学校校長に就任。1970年、新しい荒木、富士学園廃止。新しい荒木、富士学園中学校。新しい荒木、富士学園高等学校。新しい荒木、富士養護学校廃校。社会福祉法人富士の祖の設立し。 養護老人法務富士の園初代園長に就任。1973年養護老人法務富士の園、園長退任。学校法人富士学園理事。1974年富士女子大学及び、富士女子短期大学学長。1985年富士女子大学及び、富士女子短期大学学長退任。学校法人富士学園理事退任。 富士女子大学文学部客員教授。1991年教員在職中に成居。養護老人ホーム富士のその会園にあたり、延長就任のため、玉川大学文学部教育学科通信教育課程を卒業し、社会福祉指任用資格を取得した。ありがとうございます。